マジンプロスパーは日本の競争は主な勝ちクに2012年の半球杯、CBC 賞、2013年の CBC 賞。場名の由来は、馬主である元プロ野球選手で、野球評論家である佐々木和弘の代名詞である大魔人から取られた魔人栄える繁栄する。2007年3月7日に北海道ニーカップ町の橋本ファームにて生誕。 3歳児に、立東トレーニングセンターの中尾秀正厩社に入級する。2010年7月4日の阪神競馬場にてデビュー、ダートの1400メートル戦で3着。その後何度も一番人気に押されるものの勝ちきれず4、連敗。4戦目の直後、9月14日に、中央競馬から地方競馬へ転出する。転出先の名古屋では、角田る也9社に入級する。 地方に移籍して2000目、通算6000目でようやく初勝利、さらに1勝して11月11日付で中央競馬に復帰した。復帰したと同時に中尾秀政級者に再入級した。3月26日の中央競馬復帰後初のレースでは6着に終わったものの、自走の4歳、以上500万下、1000万下と連勝、中央初勝利も挙げた。 さらに7月23日のセータ特別、11月26日の第 5S と勝ち、着実に力をつけていった。2012年半球杯初動は1月28日のシルクロード S。重賞初挑戦となったレースだったがロードカナロアの発着。続く2月26日半球杯では、序盤から上位に14コーナーを回って先頭に立ち。 末え、足を伸ばし三カルロやガルボなどを再解消嬉しい重賞初制覇となった、高松宮記念の優先出走権も得た。その高松の宮記念では、上位でレースを進めたが、カレンちゃんの5着に終わった。7月1日、CBC 賞では、先段から直線抜け出してレコード価値の重賞2勝目を上げた。その後、 赤敗が続いていたが2013年6月30日の CBC 賞に一番人気で勝利し、同レース連覇を飾った。その後、8歳まで現役を続けるも勝利を挙げられず、2015年10月4日のスプリンターズ・ステークスに出走予定だったが、右肩破口のため出走取り消しとなった。その後、精密検査の結果、右前ん真空検炎が判明。 10月7日付で競争場登録を抹消。引退後は、北海道ニーカップ町の橋本ファームで、種ボバとなる。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。祖母オリンピア・デュカキスは、レジーナ・エレナ賞優勝場。ありがとうございます。